はい、こんにちは、クロストキャスターです。今回の動画は前回のボス GT10 に引き続きまして、ボス GT1 で杉蔵サウンドの音作りに挑戦しました。今回も初めて触るエフェクターなのですが、いろいろ試行錯誤しながら音作りしてみたので、皆さんの音作りの参考に少しでもなれれば嬉しく思います。まずは早速作った音でデモ演奏を取りましたので、そちらからご覧ください。それではどうぞ。はい、それでは今回もいろいろ喋りながら解説していきたいと思います。まずこの GT1 はコンパクトなボディながらですね、あの GT10 の後継機 GT100 と同等のサウンドクオリティを持つ機種となっております。機能面は他の機種に比べてかなり制限されてますけれども、使い方次第ではとても活躍できる1台だなと使ってみて思いました。ではまずバッキングサウンドの設定画面からいってみたいと思います。GT1 は GT10 になかった機能としまして、こういう PC 画面上で音のセッティングができるようになってます。タイトルからいきましょうか。タイトル、このバッキング用のパッチにつけた名前ですね、こちらにあります BKBM という名前がついてます。またこうわけわかんないですね、感じなんですけれども、まあ、BK、 これはもうバッキングですね。そしてまた出ました BM、 また BM ですよ。ただですね、GT10 にはボスメタルっていうアンプがあったんですけれども、まあ、それで BM だったんですが、今回はボスメタルっていうアンプはないんですね。じゃあ今回一体何を選んだのかということで、早速見ていただきたいんですが、こちらでございます。 BGNRUB メタルなんでしょうかね。まあ分かってる方多くいらっしゃると思うんですけれども、ボグナーですね、ボグナーウバーシャルの音をモデリングしたアンプになってますね。そしてまたしてもメタルという名前がついてます。どんだけメタルが好きなんだという話なんですけれども、今回ですね、またしても初めはマーシャルから作ってみました。でほぼほぼもうそれでいいなっていうぐらいのクオリティだったんですね。ただこれがですね、日にちが経つにつれて、何度かこう音聞いてるにつれてですね、なんかちょっと弱くないかなとか、なんかちょっとこう、押し出しが弱いというかですね、まあ、そういうアンプなのかもしれないんですけれども、もうちょっとこう弾いた時にガッツがある音、こういうものをですねちょっと使いたくて、最終的にもうアンプから見直しました。でいろいろとまあ弾いてみた中で一番良かったのがこのボグナーだったんですね。で今回も、バッキングソロともにこのボグナーを使用してます。でまずですね、ちょっと話戻りますけれども、今回バッキングに使ったエフェクターがですね、まずこのアンプ、プリアンプですね、こちらとリバーブ、この2つのみです。この2つで結構いい感じの音が出ます。で、早速設定なんですけれども、こちらですね、ゲインがまあ37なんでかなり低めになってます。まあやはりクランチを意識したサウンドなのでかなりゲインは低めで、トレブル、プレゼンスを上げ目っていうのがまあ基本になってます。で、これにリバーブが入って、まあ、リバーブはこういう感じ。もうこれはね、完全にこれじゃなきゃダメっていうことじゃないです。まあ、これぐらいでいいだろうというところで、作ってます。We'll be right back.
次にですね、ソロサウンド、ソロの音に関してパラメータを見ていきたいと思います。こちらがソロの使用エフェクター一覧になってます。今回使ったのが、まずペダルベンド入ってますね。でオーバードライブ、それからプリアンプ、そしてディレイ、そしてリバーブ、こちらになってます。はい、これが一応基本のソロのサウンドという形になってます。でペダルベンドはエフェクトレベル100のピッチプラス12と、これはもうほとんどいつも変えないんですけれども、まあこういう感じ。ちなみに僕いつもヒリックス使ってる時はエフェクトレベルをだいたい92ぐらいにしてますね。まあこれちょっとその時々の気分もあるんですけれども、だいたい90から100の間ぐらいにエフェクトレベルはしてます。それから次にオーバードライブですね。オーバードライブはウォームオーバードライブというのを使ってます。これが一番なんか良かったですね。太くて音がちょっとトーンを絞ってます。で次にプリアンプ、先ほどのバッキングと同じボグナーを使ったものです。多少このパラメータ変わってます。で次にディレイですね。これはですね、テンポ一応124で不点8分の設定ですね。ディレイタイムもですね、曲ごとに変えますんで、今回デモ用に撮った曲イミテーションのテンポを一応124に設定したので、まあそれに合わせたっていう感じになります。で最後にリバーブが入ります。はい、こういう感じです。はい、ではですね、ここでサムネにもありましたマルヒテクについてお話ししたいと思います。これはですね、最近僕自身よくやってるやり方なんですけれども、リングモジュレーターなしでリングモジュレーター感を出すという方法になります。 GT1 のように最低限のエフェクターしか入ってないマルチでも絶対に入ってるあるエフェクターを使用します。そのエフェクターとはこちらです。はい、全然意外じゃないよっていう人もたくさんいると思うんですけれども、今回の肝は接続順です。普通ですね、まあこれ人によりますけれども、オクターブ下とか上をミックスするのにですね、歪んだ音の場合はアンプの後ろにピッチシフターを置いた方が発音は綺麗なんですね。ただこれをアンプの前に接続する、そしてオクターブ下をちょうどいい具合にミックスすると、まあ、音がですね、ややこう滲んだ感じというか、ちょっとささくれだったような、ちょっとえぐみのあるような音になります。でこの効果をうまく使うことによって、まあ、ソロサウンドにリングモジュレーターが入ったような独特なサウンドを作ることができるんです。もちろんもともと全く別のエフェクターですから完全に同じじゃないです。あくまで代用品として使用できるというレベルです。